あ、エヴァ。死骸回収できた？ええ、ここに。そっか、じゃあ先行って準備しといて、俺もすぐ戻るから。ニール？この鎮痛剤、あなたのよね？聞くんだ。あ！どうしてこんなもの飲んでる？あ、ごめん、錠剤だった。バレちゃったならしょうがないな。恥ずかしいけど白状するか。実は2、3日前に歩いてたらコンクリートの壁に衝突してさ。歩いてたら？そうなんだよ。ちょっと考え事してて。俺ってほら考え事すると周りが見えなくなるタイプでしょ。なんか隠してるでしょ、これ。ニール、これかなり強い薬よ。あのさ、よく海外ドラマであるさ、その鎮痛剤でその依存症になっちゃうみたいな、あれだよね。その日本では違法とされてる、なんだっけ、麻薬みたいな、マリファナか、マリファナみたいなやつかな。かなり硬い壁だったからね。そこへこうガシンと派手に行ったもんで。まあ俺の話はいいよ。死骸回収できたんでしょ。グズグズしてるとジュンがぽっくり言っちゃうぞ。ニール、あなたまさか。ああ、やっぱりそうなのかな。依存症なんてことはないわよね。アホらしい。そんなのでちまちまぶっ飛ぶくらいなら一気にオーバードーズしますよ。オーバードーズってあれだよね。お薬たくさん飲んじゃうやつでしょ。依存症なんじゃないの。マリファナなんじゃないの、あれ。海外ではなんかでも多いって聞くけどな。目標地点に着いたら信号を送りますので、この容器の蓋を3秒間開けたままにしてください。わかりました。どこ行ってたのよ。最近ちゃんと密閉した？ええ、バルブでしっかり遮断されてる。まあ、危篤のクライアントにはあまり関係ないのかもしれないけど、容態は急速に悪化しています。急がないと。おそらくこれが最後のチャンスになるかと。お二人とも何をなさるにせよ幸運を祈ります。失敗できないぞ。運なんかには頼りませんよ。かっこいいこと言うね。さあ、ちゃんとうまくいってくれ。あ、アクトさん。灯台たちは光る。他の灯台たちと私に見えるように。行きましょう。さあ、すでにあるところから入るのかも。集めたからか。さあ、行けるのかな。こっから遡れるかもしれないってことでしょ。行ける？こんなボールに散々苦労させられて、宇宙の果てまで蹴り飛ばしてやりたいよ。あとは信号を送信してうまくいくよう祈るしかないわね。じゃあ、行きますか。匂いでなんとかなるもんかな。何か異変が起きてる。もう一度送って。どうなってんだ先生、様子が。え？ちょっと変わってもらえますか。心電図が。
容態が急変しました。吸入量を調整します。いろいろ思い出してるんだ。なんだよこれ、プログラムが不安定になってる。ニーラー戻って。は？ジョニーの記憶から脱出するのよ、早く。ここにいたら危ないってこと？いやいやいや、このまま安定化しなかったら中にいる人間は恒久的なダメージを被る可能性がある。ハオクサだったらエヴァが脱出し、それはダメ。今二人とも離脱したらこれまでの努力が全部水の泡になる。また最初からやり直す時間はもう、ガーもうくだらなすぎ。三流映画の脱線ヒーローみたいなセリフ、バカのたわごとにしか聞こえねえっつって。バカはニルの方でしょ、いいから早く脱出しなさいよ。嫌だね、エヴァがいなくなったら俺はきっとアリステアとかもされる。あいつ嫌いなんだよ、臭いから。腐ったリスの自害よりひどい匂いだ。まったくそんなことあったんだ。じゃあもう入山の時からずっと一緒だったんだね、二人は。まったく、入社試験でカンニングさせてあげた見返りがこれなんて。先生、動いてるよね。でも心電図どうやら落ち着いたようです、今のところは。ですが、アクセスできるようになった。それにエヴァの焼くキャロットケーキはクソまずい。待って、いいや待たない、去年のクリスマスパーティーなんて。あ、行きましょう、また途絶しないうちに。そのさっきバカって言ったのは本心じゃないからね。ちょっとニールかわいすぎないかこれそう、私は本心だったけどあ、それは言い返さないんだ。ちょっと待ってね、一回鼻噛むからね。さあ行ってみよう。よかったね、記憶を思い出してそれが安定したから心電図も元通りになったってことかな。こっちには いけない?どっかから続いてる?お、お、続いてるんじゃないのか。なんとかなれーまたちいかわかしてる。あ、なんか続いてるかな、こっち。おえ、違う、すんごい意味深なのにこっちじゃない。なんとかならない。じゃあ反対方向か、やっぱりあのサッカーボールに何かあるのか。どこ、サッカーボールどこ。え、こっちも行けないじゃん。およ、あ、触れる。よし、一か八かだな。えい、ちょっとめっちゃうろうろしちゃった。そしてこちらの渡れなかったところに飛んできた。来たよ。そして色がついた。遡れたんだ、遡れたんだ。いる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 よ。
お、マジでうまくいった。遮断されていた記憶にアクセスできたわね。でもなんだかここすごく嫌な感じ。そう、のどかでいいところじゃない。ねえ、さっきジョニーの部屋で妙なことに気づかなかった？妙なこと？おかしなものを見つけたの。あなたも見たはずよ。なんかあったっけ？そう言われてもな。そう、私の勘違いならいいんだけど。え？なんだっけ？お母さんとジョニーかな。え？まあ、それは楽しそうね。でしょ？ポーヤたちを連れて行ってあげるといいわよ。え？なんだろう。その、ベータブロッカーを飲まされたきっかけみたいなのがここにあるんじゃない？ああ、時間軸がいくつも重なっちゃってるよ。あっちもこっちもジョニーボーヤだらけ。めちゃくちゃだ。そうね。さあ、こっちのジョニーが、ほら見てよ、ボールが勝手に動いてジョニーを追っかけてるだけだ。あ、ちょっと待って。あ、出されない。あ、ディス、すべてはこのモチフィが犠牲になってくれたおかげだ。感謝しないとな。だといいけど。え、どういうこと？あー、これがうまいこと言ってるかまだわかんないもんね、結果的に。あらやだ、もうこんな時間。そろそろ行かないと、今日はお店が早く閉まっちゃうのよ。あら、そうなの。それじゃあまたね、マーサ。坊やたちによろしく。ええ、それじゃあ。マーサっていうのがジョニーのお母さん？行き止まりだな。一体何が気になってたの？何でもないわ。私の思い違いだったみたい。この記憶すごく穏やかで平和よね。仮に私が予感したような事態が起きるとしたら。戻りましょう、急いで。なんだろう。え、何？何なの急に。いいから早く。え？え、ジョニーを引いたりしないよね。どういうことだ？意識がないのに自分で見てない光景がなんで記憶の中にあるんだよ。まあそれ以前にここで死ななかったのが奇跡だけど。違う、彼は助からなかった。え、待ってね。そのベータブロッカーを飲まされてジョニーだよって植え付けられたのは別の子かもしれない的な、そういうこと？ニール、あなたさっきジョニーの部屋で気づかなかった？ジョニーのベッドは二段ベッドだった。ジョイ！あ、そういうこと。ジョイ、ねえ返事してよ。
ねえってば。ママ、なんで醤油引いちゃったの？なんでだよ。醤油、目を開けてよ。開けてたら。そういうことなの？ジョイ、こんな小さな子供でも双子の兄弟を亡くしたのは相当辛かったはず。母親の気持ちに至っては想像もつかない。まあでもジョディはベータ遮断剤で記憶を消したからほとんど覚えてないよ。記憶のつながりが曖昧になっているだけ、完全に消えたわけじゃない。心のどこかにその影響は残っていたはずよ。じゃあ母親は？おふくろさんにはベータ遮断剤を服用した記録はないはずだ。お母様は少し心を病んでしまったよね。だからジョニーのことをジョイって呼んでたんだ。そっか。だからそのジョニーがさ、リバーさんに惹かれたのは、そのなんていうかな、自分にないその個性、そのなんだろう、そのリバーさんは誰でもないリバーさんだったんだよ。でもジョニーはお家でジョイって呼ばれて、そのね、双子のお兄ちゃんだか弟くんだかの代わりみたいにさせられてて、だから自分をでしかないリバーさんが羨ましかったのかな。少なくともジョニーをジョイと呼んでいたのはニックネームだったからではないと思う。だからジョニーはジョイって呼ばれるのが嫌だったんだ。ジョニーをジョイだと思い込んだってこと？それじゃジョニーはあんまりじゃないか。これ以上ここにいる必要はないわ。もう行きましょう。どうするの？ジョイのメモ、遮断されてた記憶は他にもあるみたいだな。変ね、バリアに覆われていない。変なフラグ立てるのやめてってば。ああ。だからさ、ジョニーも読んでみなよ。いや、鬼毛布が好きだったのもジョニーじゃなくてジョイなんだ。本当に超面白いから3巻まで一気読みしちゃったもん。なんて本、鬼毛布、動物に変身できる子供たちがマインドコントロールしてくるナメクジ型エイリアンと戦うんだ。いい、エイリアンがどうのって話好きじゃないし。なんで？面白いのに。学校なんか行かずに虎に変身してでっかい極悪宇宙人ぶっ飛ばすんだよ。ガオーって。そんで次はレーザー銃で、チュドドン、チュドドドドーン。チュドド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 ド。うるさいよ。ジョニー。僕大きくなったら有名な小説家になる。この町で一番面白い小説書いて子供たち全員にタダで配るんだ。そんで超お金持ちになってジョニーにもママにも超でっかい家を買ってあげる。タダであげちゃったら大金持ちになれないじゃん。子供はタダ、親にはもちろんお金払ってもらうよ。それで親が納得すると思ってんの？
なんだよ、ひょっとしてこの前のことまた怒ってる？もうちゃんと僕が先に電車が欲しいって言ったじゃん。ジョニーも商品もらったでしょ。あれどうしたの？あげた。ホームレスの人に。別にあの時のことだけじゃないよ。ジョイはいつもママのお気に入りだからさ。そんなことないって。あるよ、クリスマスの時だって、イースターの時だって、みんなで釣りに行った時だってそうだったし。それに、わかったわかった、じゃあさ、この電車ジョニーにあげるよ。いいの？うん。だってジョニーの言う通りなら、どうせママは僕に新しいの買ってくれるでしょ。それにさ、何がどっちのものかなんてどうでもよくない？僕のものはみんなジョニーのものだよ。ジョニーも僕もお二人とも遊べるんだから。うん。うん。だってさ、僕たち双子の兄弟じゃん。一心同体みたいなもんでしょ。よーし、近所の人たちにいたずらしに行こう。見分けつかないから入れ替わり放題だ。え、でも雨降ってるよ。関係ないって。ほら行くよ。ちょっとじゃあメモさっきの見てみよう。さっき手に入れたのはジョイか。ジョニーとは双子の兄弟。わからないな。わからん。幼い時に失ったとかそういうやつかな。またアニモースか。ジョイが大好きだった自動車。うん。